マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたの周りによく食べる割には痩せてるなっていう方いらっしゃいませんか？そういった方はその方の腸内環境が綺麗に整っているからなんですね。で、過去の私も腸内環境が乱れていた時と今では全く体型が違います。なのでその理由がよくわかるんです。そこでこの動画をご覧いただくと、食べているのに痩せている方の秘密がわかります。あなたがもし美味しく食べながら綺麗に痩せたいなと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、発酵性食物繊維でダイエット効果3倍についてお伝えしていきます。動画のスケジュールです。1、発酵性食物繊維のダイエット効果。2、ダイエット効果を3倍にする具体的な方法をお伝えしていきます。では1つ目の項目です。発酵性食物繊維のダイエット効果なんですね。よく食物繊維というのは聞いたことあると思うんですけれども、この発酵性食物繊維って何でしょうかということですよね。これがですね、ダイエットを成功させるための鍵になるわけです。こちら、腸内に定着しやすいんですよね。なので効果が持続する。要は例えばヨーグルトを食べたとしますよね、乳酸菌、それはそれで効果がありますが、その大腸、腸に届くとですね、奥まで届くとかよく言いますけれども、結局その定着しないんですね。食べても食べても便と一緒にこう出ちゃうっていうのが、ウィークポイントなわけです。ところがこの発酵性食物繊維からの、ものはですね、いつまでも腸にこう定着しやすい、住み着いてくれやすいわけですよね。そうすると善玉菌と呼ばれる痩せ菌が増えて、悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌たちを減らすことができる。要は食べると長続きしますよっていうことなんです。では2つ目の項目です。発酵性食物繊維を使ったダイエット効果を3倍にする具体的な方法をお伝えしていきます。3つあります。1つ目は腸の初めに効く食材を食べることです。例えば人参、玉ねぎ、ブロッコリー、蒸し大豆、キウイフルーツなどですね。でこの赤い数字は何かというと、 100g あたり摂った時に摂れる発酵性食物繊維のグラム数になります。はい、では2つ目は腸の中ほどで効くものですね。押し麦、スーパー大麦、オートミールなどになります。そして最後3つ目は腸の終わりの方で効果が出るものですね。小麦ブラン、小麦全粒粉、スーパー大麦、玄米などになります。まとめますと、この発酵性食物繊維を含んでいるものをまずは食べることが大事になってきます。そしてさらに腸の始め、中ほど、終わりにそれぞれ効くものを3つですね、バランスよく取れているかどうかというのもダイエット効果を3倍に上げるポイントということになります。でこちら赤い数字はそれぞれの食材の 100g あたり摂った時の発酵性食物繊維の量なので、例えば腸の初めですと、この蒸し大豆なんかは一番数字が多い 4.2g なんですね。で中ほどで効くのは押し麦が 6.7g で一番トップ、そして終わりのところでは小麦の全粒粉や、スーパー大麦などが数字が高いので、それぞれを足して1日で 7g を目標に食べてみてくださいね。では今回の動画のまとめです。ポイントは、発酵性食物繊維を含む先ほどご紹介した内容ですね、食材を腸の始め、中ほど、終わりにそれぞれ効くものをバランスよく1日で摂りましょう。そして目安はトータルで 7g 食べていきましょうになります。今回の動画の内容は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。